ごはんちゃんまだそんな格好でいるだか。うん、お父さんが死んでからちょっと考えることがあって。ごはんちゃんがそういうなら仕方ねえけど、お母はその不良みたいなスーパーサイヤ人は好きじゃねえからな。ごめんなさいお母さん。はあ、ごはんちゃんもいつの間にか大きくなってどんどん悟空さんに似てきただな。 そっか。まあしばらくはごはんちゃんの好きにするといいだ。でもちゃんと家では勉強もするだぞ。いいな。うん、ありがとう。とは言っても何をすればいいんだろう。ちょっとピッコロさんに相談してみようかな。 なんとか勝てそうだな。 すまんね。
なんとか勝てそうだな。僕でもなんとか勝てそうだな。ピッコロさんが好きそうな滝だな。何を集めればいいんだっけ？遠くに行ってる場合じゃないか。すまんね。
ありがとう。はい。ね。うん。何？ほほ。
はあ、それじゃあ行こうかな。ちょっと。だな。ピッコロさん、ちょっと相談があるんですけど。相談は構わんが、なぜお前はスーパーサイヤ人の姿のままでいるんだ。うまく言葉にできませんが、もうしばらく修行を続けたいんです。孫の死に責任を感じているのか。それもあります。でもこれからは僕が平和を守っていかないといけないと思います。だからもう少しだけスーパーサイヤ人の姿で体を慣らしておきたいんです。なるほどな。どうやら俺が気を揉む必要はなかったようだ。え？倒したと思われていたフリーザが再度現れた例もある。しばらくは油断できないと考えていた。もしセルが蘇ったり新たな人造人間が現れでもした場合、勝てるのはお前だけだろう。だからお前が気を抜いているようなら勝つでも入れようかと思っていたところだが、その必要はなかったようだ。そうだったんですか。気にかけてくれて嬉しいです。それより具体的な修行方法は考えてあるのか。ただスーパーサイヤ人の状態でいるだけではないんだろう。それがまだいい方法が浮かばなくて。まあ無理もあるまい。精神と時の部屋で大抵の修行はやり尽くしただろうしな。何かいい方法はないでしょうか。お前のパワーはおそらく限界近くまで高まっているはずだ。それ以上の戦闘力は一朝一夕では得られないだろう。だが心の強さは別だ。心の強さですか。孫もああ見えて戦いの時は冷静だった。しかしご飯、やはりお前はまだまだ甘さが残っている。確かにそうかもしれません。僕が冷静だったらセルを自爆させることもありませんでした。でもどうしたらいいんでしょう。そうだな、これは劇薬かもしれんが、ベジータと修行してみてはどうだ。奴ほど甘えに厳しい男はいない。他人だけでなく自分にもな。もしかすると奴との修行から何かヒントが得られるかもしれん。わかりました。ベジータさんに手合わせを頼んでみます。
よし、ベジータさんのところへ行こう。何の用だ？手合わせをお願いできませんか？お父さんを死なせてしまったのは僕のせいだから、僕はもっと強くならなきゃいけないんです。お父さんの代わりに僕が平和を守っていかなくちゃいけないと思うんです。ふざけるな！カカロットが死んだのが貴様のせいだと？カカロットの代わりだと？うぬぼれるのもいい加減にしやがれ。え、その腐ったれだ。もう戦わんつもりだったが気が変わった。来い、貴様をぶちのめしてやる。カカロットの代わりになれるのか確かめてやる。何でもない。もうやめだ。セルを倒した時の力はこんなもんじゃなかったはずだ。手を抜きやがったな。そんなことは。貴様みたいな甘ったれがカカロットの代わりになどなるか。腐ったれ。うん、ベジータさんの言う通りだ。お父さんの代わりだなんてうぬぼれてた。もっと自分を見つめ直さないと。もうしばらくスーパーサイヤ人のまま修行を続けよう。カ
母さんは嫌がるかもしれないけど。